毎度おなじみ池田千秋ちゃんだったんですが、今回松平さんになったんですね。今年の1月8日に入籍をいたしまして、松平千秋になりました。おめでとうございます。松平さんってすごい名前ですね。なんかね、お殿様ですか。名前だけちょっと立派になってしまって、池田千秋でやっていくか松平千秋でピアノやっていくか迷ったんですけど、ほぼ満場一致で松平千秋の方が賢そうだよね、ピアノが賢そうということで、もう旦那さんにもお願いしてこちらの名前で、はい、やっていくことになります。はい、じゃあこれから松平さんでよろしくお願いいたします。今日の愛の妙訳というオペラの見どころなどありましたら。はい、今回はですね、細かい振りもたくさんあるんですけれども、ネモリーノというちょっと情けない、ちょっとやぼったい感じの農夫がですね、すごく美人で可愛い女の子に恋をして、それを一生懸命振り向かせようとするために、愛の妙訳を買うんですけど、ね、その男心のなんていうか意地らしさっていうのが曲にいっぱい現れちゃいますので、そういうの楽しんでいただけたらいいなと思います。ちょうどご自身も結婚したところで、この2人も最後はちゃんと結ばれますのでね、はい、いい演奏にしてください。ドニゼッティって今までいろんな作曲家のオペラを弾いていただいたんですが、今日のドニゼッティはいかがですか。はい、ドニゼッティはやはり先ほど解説でもおっしゃっていたように、とてもメロディーラインが綺麗なもの で伴奏もそれを邪魔せずという感じで、ほんとシンプルに作っております。とても歌い手と伴奏がこう一つの作品になるように仕上げてあるなっていう感じがしますので、はい、その辺も楽しんでいただけるといいなと思います。はい、じゃあピアノよろしくお願いします。ご準備ください。